空気が乾燥して火の元に注意が必要な季節となってきました。東京消防庁は今日、家具が転倒して火事が起きる実験を報道陣に公開しました。これは東京消防庁が3月に導入した3次元振動実験装置を使って今年4月に発生した熊本地震の震度7を再現した揺れです。転倒防止対策をしていない家具が部屋の中で寝ている人の上に倒れました。東京消防庁によりますと、近年発生した地震で怪我をしたおよそ5割の人が家具などの転倒によるものだということで、転倒防止対策の重要性が実験からも明らかになりました。一方、こちらは震度6弱の揺れを再現したものです。木製の家具が倒れ、電気ストーブの上に服が落ちると瞬く間に煙が立ち込め、服はこの後およそ7分で燃えてしまいました。東日本大震災の際、電気ストーブに落下物が触れることで発生した火事は9件だったということです。